伊賀国庁跡伊賀国庁跡は、三重県伊賀市大和坂の下和国町に所在する、律令成果の地方行政機関の施設跡である。律令大化での下国の国庁の造営と変遷の実態がよくわかる意向として、2009年7月23日に国の史跡に指定された。長らく伊賀国庁の所在地は不明とされていたが、 東西4キロメートル南北3キロメートルの範囲を持つ、府中という地名が存在することから、この範囲内に国庁があったことは知られていた。陰台村は、上里性遺構がよく残る満潮の沖の一部で、上路と里地が交わる、上里性遺構、差し金を、須鹿王子に見立て、国庁跡と推測されていた。また、大技最上に残る、国部港の地名を、 東道玄介が表した三国地市にある国府港国府という記述に否定し裏付けとされていた。1988年に院内で発掘調査が行われたが、奈良、平安時代の遺構はほとんど発見されずに終わった。この直後の大技坂の下での補助整備の際に国庁跡が発見されることになる。1988年、 補助整備の際に掘った手柱建物の遺構が発見され、国ク,クリアと書かれた牧書土器が出土したことから伊賀国町跡と断定された。国ク,クリアと書かれた牧書土器は稲荷前遺跡、相王国画跡や薩摩国府跡でも発見されている。また、遺構の位置する小技が国町山と呼ばれていることや、一体が府中と呼ばれていること、明治時代の資料に 津毛川北岸に伊賀国長跡があるという旨の記述があることも根拠となった。遺構は3つの小川が合流する地点に隣接しているが、これは推理に適した場所を独占する意図があったと考えられている。南には交通の要衝である東海道が通っていたとされる。成長跡と推測される遺構を囲む中列は一辺40メートルの方形で沿って溝が巡らされていた。 国庁の範囲は、水田の高低差から東西200メートル、南北150メートルと推測されている。おおよそ、アスカ時代から存在していたとされるが、10世紀後半の土器が、関係のまま残され、炭と共に出土したことから、この時期に廃絶されたものと考えられている。ご墓山興奮。JR 関西本線線砂沼駅から徒歩約5分の場所に、所在する。 現在は大部分が水田に埋め戻されている。周辺には古墳時代から平安時代までの遺構が散見され、古くから栄えた地域であることが確認できる。富山大坪遺跡、小墓山古墳、環状塚古墳、阿江国神社、小宮神社、畑神社。また、2015年から遺構を保存整備することが計画されている。構造の変遷は、 愛から放棄までに分類される。期間は8世紀末から9世紀前半までと推定される。聖殿1棟、東脇殿2棟、西脇殿2棟、増子1棟の掘立柱の遺構が発掘された。期間は9世紀前半から10世紀前半までと推定される。聖殿1棟、前殿1棟、東脇殿1棟、西脇殿1棟、 南門一棟の掘立柱の遺構が発掘された。期間は10世紀前半から10世紀後半までと推定される。西殿一棟、東脇殿一棟、西脇殿一棟、南門一棟の遺構が発掘された。この期間に祖先立の建築物に建て替えられた。期間は10世紀後半から11世紀中頃までで、衰退期と推定される。発掘された遺構は、 聖殿一棟、東脇殿一棟に泊まる。ありがとうございます。